複合コーナー追求。テスト。コーナー多いな。右曲がんなくね？ちゃんと視点発見絶対あるやん。スピード加減。スピード加減。この車でやるしかないのかな？この車で。このスピードだと曲がれる。なんで？嘘？なんで何でもないところで、そういう、そうです。あれ、曲がってんだよ、これ、全然。だから、何でもないところで、なんですそんな、ギャグラス。いいかな、いいかな。出す、出す、出す、出す。出してるよ。何もしてないのに。何にもしてないのに。お前なんで何もないところで待ってたの？なんで何にもないところでグラグラするんだよ。俺に言うそうなん。はい。よし。グラグラするな。グラグラするな。別に意味言わなくてもいいぞ。ほら、なんで意味寄ってくんの、そんな。なんで？なんで意味寄っちゃうの？真ん中付近足切りはいいじゃん。え、な、こうなっちゃうの。ちょっと押しすぎなんだな。押しすぎじゃないと思う。あと2回、あと2回。これで終わりじゃん。出せ。30、31、32。あ、行ったじゃない？おー、ギリギリっすね。なんかこれ、右と左が曲がんないんだよ。だから曲がりすぎて、こう曲がってから、こっちに行こうとすると、うん、曲がんない。うわ、むずっ。うわ、これコーナー多いな。狭っ、道が。あ、でもいいじゃない？いいじゃない？ガス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 。お、行ったんじゃない？一発で。ああ、ダメ。なんでだろう。ちょっと下げすぎなのか？あれっぱわかんないんだよね、これって。もうちょっとスピード出したいんだろうな。お前ってまっすぐの道でもなんか揺れてるよ。なんでだろう。まっすぐの道でもお前ずらりました。なんでだ？だって、グラグラしちゃうん、これ。もっと難しい。こうなっちゃうんだよ、俺は。まあ、さっき言ったみたいな、一発目の感じ。なんでだろう。なんでよ。
あと1秒あと1秒あと1秒どこであげるんだ、どこであんまりシーズン下げないん、あとどこで下げ、どこでスピード下げるんだろう、最初スピード上げとくか、あ、ほとんど下げないね、上がる、すごい。でもこれでどう、どうこんなにうまく走ったの、まあ、いやー金ならどんだけうまい、まずお前は走りきれないんだから見てるよね、うんうん、お前のひどさはそこにあるわ、まず走りきれないんだ、そうだね、実践公開する試合。ミーはほとんど下げない。ラッキーはでも、なんでだろう。なんで曲がりすぎてんのか、まずコース把握してるのじゃ、この辺まで曲がればいい。なんでブレーキを押すのが遅いな、全体的にお前。ブレーキはそうです。遅くないと思う。ブレーキを押すのが遅いから、曲がり。曲がりきれないと思ったら、バス離すとか、調整、遅い。これは遅い、曲がり。何？ 1 個だけなのに、お前、コーナー1個だけなのに、失格すぎやろ。ここも、このコーナーだけだと。17秒だから。アレクセイトかっこいい、コースはギフトだった一番最後、まああとはこのライセンスさえ取っちゃえば性能でカバーできるでしょ、お前ですが、うん、あれできるのか1位取れる、よし、実践こないこれもブレーキって言うのかな、タイロンパックとか、まああれジムターナみたいなやつ、こんにちは、はい、まあだからその中なんだよ、さあコーナーに頑張って、なんでいや落としてない、バズをしてるよちゃんと、なんかあれはもう坂になってるから、いやそんなことない、俺やるよ、え、ちょっとそれぐらいです、90キロ、90キロ、90キロ、なんで、な、別にバツ離すだけでもいいんだよ、そっか、お前バツ押したまま上がってねえか、バツ離すだけでもいい、90キロあれば超える、90キロあれば、90キロの話だから、スピードさ、90キロ以内ぐらいやさ、ね、どうすればいいのか分かんないんだって、俺は。スピード見てる、メーター見てる。見てるよ。90キロぐらい。
出ちゃってるかな。もう仕方ない。ちょっとまだ話すぐらいと思うんだけど、19秒になるから。まあ、全然曲がんない。最初スピードだけないよ。いや、もうバトルしてんだけど。もう間に合う。なんでだ、なんで90、80キロしか出ないのにバトルしてんの。あれらしい、じゃあ、し。19秒は無理だって、これ。19秒2つで無理。どうしよう、これ以上。安定感なのに、わかんないって、こんなの。やった。とりあえずこれを。なんだ。あ、できる。で、先にこちらこっちやります。あ、あとつらい、もう。あ、むず。あ、むずい。で、これはむずい。でもまあ、10秒のコーナー、最初、このコーナーだけ。そう、そういうのになってやるんだな。うん。うん。うわー、惜しい。なんでだろう。どれ来たの。維持するのが苦手なんだよね、俺。どうしても。維持するのが苦手。もっとスピード出せ。50キロだから。何？え、なんで？人引くんでしょ。人引くな。50キロぐらい。うん。出せ。出す。よし。はい。ほらーな。じゃあ、石のやつ、やっちゃおう、今。まあ、インテリア嫌いってわけじゃないけど。うわぁ、これもやばいなぁ。うん、いいんじゃない？いいよ、いいよ。50キロは、なんで落とさないんだ、お前。落としてから曲がって。落としてから曲がってない。曲がり始めてから落としてる。いつも？あ、落とす。ないんじゃない。もう一回あるぞ。
ギリギリだな、ほんと。なんでだろう。なんかぶっ壊したんじゃない？ぶっ壊した。このレベルのカーブ、続く。このレベルのカーブ。だからもう、慣れるしかない。慣れが、難しいんだって、俺には。出せ。まだあった。ああ、惜しい。走り切れたと思ったね。俺はそういう特徴なんだよ。これやってるときも。よし、いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？できる、できる。おおおお、いった、いった。あんまりいいけど、なんとか。まあ、クリックで。次の GT や。次の GT や。はい、GT や長いね。あ、このコース、あー、ここにあるね。いい、1でも、2でも出てきた。慣れてんだからどう？遅い。そうかなぁ。死なずも遅い。さあ行くぞ。もう、手出すぞ。よいしょ。あ、やばい。俺も押しが悪い。押しが悪い。これは、いかがしよう。なんか押しがねえね。最初の加速重要だもん。絶対。よしよし。最初の加速は重要すぎる。俺のバツの押しとお兄さんのバツの押し、どっちやちょっと俺の押しが切れてきた。さすがにちょっとね。ちょっとライセンスは、こまめにやってた方がいいな。だんだん集中力が。言われてもわかんない。よいしょ。
ラス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 ラジオラジオラジオくんくそくそだからもう少し見習った方がいいぞ。まあ、そうだけど。スピードを上げないとタイムって縮まる。メーター選手の横になるから。そうだよ。スピードを縮める努力をしてるから。メーター好きじゃないから。俺は車のメーター好きで。まあ。写真を教えてくれ、その二人で。何かが遅いんだよな。だから、何かが遅い。確かに。まあ、失格は、なんだけど、この、その何かが遅いのを、するのが難しいんだよ。まあ、それで何も考えすぎだろうか。やる。よくそうで、何 ?A 級まで取ったんでしょ。国際 A 級も取ったよ。何も考えず。やり直したっけよ、そのカード。すごいやり直したっけよ。長いな、50キロじゃないって。もうここまでクリアしたい。まあ、お前が家にやらせるわけにいかない。経験者なのに。前ならもうここで資格してる。まあここまではコンとして、どこが改善ポイントなのかわからん。だってもうこれ以上時間もう狭くするのも難しいと思う。ゴールがどうなっちゃう？金はもっとすごい。すごいね。むしろ、本当に達人じゃないか。よし。よいしょ。すごい。これでもゴール。どうだ、無理だ。銀が無理。とりあえずですね、E ライセンスのコース、ある程度車体をね、変えていったので、車体だけにじゃあ見せて。今装備してる装備だけちょっと見せてもらえますか。ガレージ今、ホンダシビックパワーを 188PS まで、上げることができたので、基本的にどれを上げたっていう感じ。タービンキットとか、タービンキットかなりいいやつしてますね。あとタイヤもスポーツタイヤ。エンジンはこうチェックしたのを買っています。何エンジンバランスチューンとか、NA チューンステージ2とかも装備しています。 OK、 じゃあもう B ライスいっちゃいましょうか。チューンの、まあ、ある程度それはね、なんでしょう、シビックレースっていうのがあって、それで1位だと50万。軽量化もしています。はい。50万もらえるので、うん。はい。まあ、何がいいとかは、あんまり関係なく、どんどんやっていっていいんだよね。うん。はい。ほんと？はい。これをやっていきたいと。ジャパニーズマージュクラシック。今まで6位しか取れなかったコースも、まあ、今やればとりあえずある程度いけんじゃないかなという感じで、まずは R35 がどんなもんかちょっと。じゃあ、これに挑戦していきたい。ジャパニーズマージュクラシック。
TC 何ですか、ね、TC 筑波サーキット、あ、筑波サーキット、いけるでしょ、まあどうする、俺とあなたのどっち、どっちだよ、でも1位にならないと進まないから、なくなる、ダメじゃん、ちょっとコース慣れてないし、シビックレースは何回かね、取れたんですけど、スピーライセンス初めて、まあでもこの能力だったら1位取れるっていうぐらいの強みですよ、3位だったらなんとか進む、進む、じゃあいいんじゃない、はい、最初気をつけて、最初気をつけて、最初気をつけて、遅い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 、はい、あこれで1周か、長い長い、1周1分1周か、まあでもやっぱり戦えるな、この装備だったら、まあいいでしょう、銀メダル、はい、分かった、じゃあ俺が最初の2周やろう、最後の1周お前がやるぐらいのもちょうどいいと思う、とりあえずじゃあ隣のやつドライビングバー、これどういうコースですか、じゃあとりあえずじゃあやってみます、4周あるので注意します、使ってくる、めっちゃぶつかってきます、めっちゃ後ろからぶつかってくる、え、あーそこそこなすの早かったか、やばい、抜けるぞ、なぜなぜ、あーやっぱ受けられてきた、いやまだ抜けるやっぱアルサンジはちょっと経験者だけどちょっときついなこうなってくるときついな